白老郡白老町竹浦の 5LDK 中古戸建てを紹介していくよ。リビングは10畳あって日当たりも良好。1階に和室が2部屋あるよ。どちらも8畳以上あって収納スペースもついてるからお部屋を広々使えるよ。キッチンは 7.5 畳もあるよ。浴室に窓がついてるから換気しやすい。2階には和室が2部屋と洋室が1部屋あるよ。全居室収納スペースがついてるから嬉しい。日当たりも良好だよ。